12月25日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位はシークレットロゴ。目標タイムは0分 48.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は2レース。予想上位はレアマカナ。目標タイムは0分 51.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は3レース。予想上位は相川馬三昧。目標タイムは1分 31.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は4レース。予想上位はグラデュエイト。目標タイムは1分 30.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は5レース。予想上位は栗の宝船。目標タイムは0分 51.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は6レース。予想上位はオスカーウィナー。目標タイムは1分 29.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は7レース。予想上位はテリオスドン。目標タイムは1分 29.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は8レース。予想上位はベストフィッチャー。目標タイムは1分 29.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は9レース。予想上位はビヨンド・ザ・ドリーム。目標タイムは1分 43.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は10レース。予想上位はギャレット。目標タイムは1分 42.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は11レース。予想上位はアハパンキッド。目標タイムは1分 24.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和1レース。予想上位はミスレイブバンプ。目標タイムは1分 32.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和2レース。予想上位はフェードハード。目標タイムは0分 53.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。浦和3レース。予想上位はコスモタラゴン。目標タイムは0分 49.8 秒です。硬いレースになりそうです。浦和4レース。予想上位はリッキー・マキアート。目標タイムは0分 52.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和5レース。予想上位はグローリアス・フィル。目標タイムは1分 31.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和6レース。予想上位はドローアプローズ。目標タイムは1分 31.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。浦和7レース。予想上位はビッグディッパー。目標タイムは0分 48.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和8レース。予想上位はデイ&ナイト。目標タイムは1分 30.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和9レース。予想上位はシーサーペント。目標タイムは1分 28.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和10レース。予想上位はチョーイルムシュ。目標タイムは1分 37.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。浦和11レース。予想上位はトノパー。目標タイムは1分 36.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。浦和12レース。予想上位はクリスタルニキータ。目標タイムは2分 13.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢1レース。予想上位は新善熱田。目標タイムは1分 22.6 秒です。
割れない確率の方がやや高いです。金沢2レース、予想上位はエクセルスコール、目標タイムは1分 32.3 秒です。固いレースになりそうです。金沢3レース、予想上位はケイラブマッハ、目標タイムは1分 31.7 秒です。固いレースになりそうです。金沢4レース、予想上位はクリスタルゴールド、目標タイムは1分 38.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。金沢5レース、予想上位はコンバットマーチ、目標タイムは1分 37.6 秒です。固いレースになりそうです。金沢6レース、予想上位はユーバーウィンデン、目標タイムは1分 38.4 秒です。固いレースになりそうです。金沢7レース、予想上位はピンクビジョン、目標タイムは1分 30.4 秒です。割れない確率の方がやや高いです。金沢8レース、予想上位はアストラベル、目標タイムは1分 30.4 秒です。割れない確率の方がやや高いです。金沢9レース、予想上位はミオソフィア、目標タイムは1分 30.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢10レース、予想上位はシンゼンデレヤ、目標タイムは1分 20.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋1レース、予想上位はスティールジェーン、目標タイムは0分 56.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋2レース、予想上位はオイルマン、目標タイムは0分 47.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋3レース、予想上位はテイエムクリエイト、目標タイムは0分 56.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋4レース、予想上位はロジメリオール、目標タイムは0分 56.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋5レース、予想上位はスカーレットハニー、目標タイムは0分 55.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋6レース、予想上位はライトボヌール、目標タイムは0分 55.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。名古屋7レース、予想上位は小春、目標タイムは0分 54.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋8レース、予想上位はフレッチャネーラ、目標タイムは0分 54.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋9レース、予想上位はハングリーゴースト、目標タイムは1分 20.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋10レース、予想上位はモズプラチナ、目標タイムは1分 6.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋11レース、予想上位はレイジーウォリアー、目標タイムは0分 54.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。名古屋12レース、予想上位はエストラーダ、目標タイムは0分 54.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。バンエイ第1レース、予想上位は坂の太鼓バン、荒れる確率は 61% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、ひじりはなちゃんおとおめ記念、予想上位は北西ホープ、荒れる確率は 73% です。バンエイ第3レース、堅固な矛結婚5周年記念、予想上位は北勝ハンター、荒れる確率は 65% です。バンエイ第4レース、2歳ビーヨン、予想上位はワンパク、
割れる確率は 68% です。バンエイ第5レース、ダンボネットシステムズ記念、予想上位はワールドスカイ、割れる確率は 58% です。バンエイ第6レース、競馬酒場スレイプニル1周年、予想上位はバンクフェーブル、割れる確率は 72% です。バンエイ第7レース、アイ鶴見生誕記念、予想上位はジェイドラゴン、割れる確率は 53% です。バンエイ第8レース、ユスキッテナーに記念、予想上位は北西ポルシェ、割れる確率は 59% です。バンエイ第9レース、千尋誕生日記念、予想上位は青のエポナ、割れる確率は 68% です。バンエイ第10レース、第3回早間隆さんお誕生日杯、予想上位は錦マリン、割れる確率は 52% です。バンエイ第11レース、カトレア特別、予想上位はジャパントップ、割れる確率は 61% です。バンエイ第12レース、 D37、 予想上位は J カップ、割れる確率は 72% です。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。シャイニークイーン、マウマネ、ボルケーノペスカ、グラデュエイト、ヤマニンゼーレ、ネオネオモッツ、ステーロ、シャングレー、アレグロビーボ、グライティアコバ、テリオスドン、フェアリー、ウィーンフェーデ、サンウェイマジック、ヤマショーリアン、ミスレイブバンプ、ユーノリアド、チェナエス、イッキーマキアート、プチポワン、ヨドの誉れ、ダンシングクライ、スーパーローズ、クラキンカ、カミヤガルーラ、アルフィーノ、モモドリーム、カールアゲイン、ゲンパチアヤン、マックスアギュ、アパラージタ、ポーラライツ、ブルーコンパクタ、MO クリスタル、フェイスクラ、タイガーディーバ、テイ・エムクリエイト、バンダルジャン、ヨコスカダンディ、エレガントラウル、ハッピーティアラ、セユンブリスク、クロスロード、アストロパワー、ハルモニア、ヨーライライ、シンコーマーチャン、クリノサンネオ、セイカリス、マサハヤバンス、マリグレディ、ジョーコレット、カリーナ・アンジェロ、オーガニック・リッチ、サーフライド、カミデ・センプ、ウィーン・カンターレ、メルシー・ステップ、スカイ・サーベル、トーセン・ジン・ライム、ヤマニー・エピクーレ、メイ・ショームーと、ヤマショー・ブラック、アルティマ・ボス、ちょっと落とし物、スマイル・チャンス、フェード・ハード、メロ・パール、UO、アルムダウン、テステッソ、ベニノエンゼル、ピースリアン、セユンゴールド、シーギーヤ、ガンコちゃん、ニーハディビーナ、ジョーイルムシュ、サランスク、シンゼンアツタ、タペジャラ、シャインルビー、エピックライズ、マイネルジュリアン、ロードディライト、ミラコロアショーマー、ギルデッドフレーム、ベーチェル、JK ヒロイン、エースアクシス、ステシャリティ、コンジュラー、アモーレバローズ、ロジメリオール、クリノピピ、ウォーターアイアイ、ベッタフロー、ライトボヌール、ピーガール、ビクスガレリア、ランプロキタ、フレッチャネーラ、メルティング、フェルクアーサー、アンガイ・ガンバルド、キージュピター、ペイシリン、
クイーン・ザ・ヒーロー、ベア・ザ・ベル、アーケイディア、サムライ・ロード、ディオス・シチー、ネモフィラ、トーセン・ウィンザー、ノーブル・ラベンダー、ドン・コルネ、グレーシー、ビューティ・マドンナ、コンスターシア、クエイバー、コスモ・リボルブ、テルミー、モンテナルス、エリンジウム、ヨモギ、水鏡、目立つやつ、ユッカクローナ、コックディーバー、ピシュマニエ、フレンドアリス、エアリエル、冬の空、ウーガラーラ、ギャレット、コリコ、ソロムコ、ウォーターリリー、シールドメイデン、サノのレインボー、アイアン王、グローリアスフィル、ゴールドボード、ドローアプローズ、チェナリオン、エコロビーガ、フクチャンクイーン、プレストルーチェ、マイネルエンカント、ミミコちゃん、セユンミレイヤ、パーティーアニマル、パルメニデス、アールレアル、西野サトル、ラッキーアモン、カントリーマダム、サムワンライクユー、ケイラグマッカ、ソッケルカーカー、コーエイスパークル、ナックレガシー、マグアロンジェ、ファームフレッシュ、アットザヘルム、グッドラックスター、栗の響き、ミンヒダンサー、ノーウェイ、タイガーサイレンス、ロンス&ロンス、名称ホーベニー、プレンティーハーツ、メリス、ダインスレイフ、パンケーキ、メモラーブル、エムティ響き、友の残り、スターロード、ブリリアントギフト、ナオミちゃん、銀千代姫、ジャストドライ、オゼイユ、ネオリーズ、エッシャー、ネオトリニティ、レイジーウォリアー、名称パンギャー、オーケントップ、トッキーホレット、ラガッツァステッダ、ナギサのチャコ、コスモルージュ、マテラガニア、サースシーパール、グイエルジュ、ブルーテネーシャス、ゴーゴーオンリー、ロイヤルバローズ、スペキュレーション、ロジフェーブル、ビヨンドザドリーム、マルケイアロー、ミカサ、エッセンス、ギサール、ユーユープレゼンス、レインボーカラー、ニュンニュンジー、ホットチョコ、噂のモネ、デルマゴモリー、ゴールスナイパー、ミスナンナ、ジャミールフエルデ、ジスカリーゼ、ボーグシャララ、フランキンセンス、コスモタラゴン、メイジョービーナス、フィティアンガ、アルグレーブ、デルマセイレーン、ダイノカール、タイガーキャット、スルーザリミッツ、ノーブルキャナル、タマモサウルス、ジュエルプリンス、ブラックフェザー、スカーレットハニー、シークレットロゴ、キラープリンセス、ウィンステリウス、ボルドーアラン、栗の宝船、ヤマショーキャット、エスカペード、ベストコレクトパリー、シェナウルフ、モズマスターピース、ヨドのルーキー、ライブケチャップ、ラクスシャルキー、ノーブルプロセス、ノブオートーケン、ワンダーフェンリル、フェブサンカラ、レガエクスプレス、ミコタマ、アップルキャンディ、セブンアイ、ユーガーウィンデン、ホイッスルベイト、JK ミリミリ、マッタレーナ、校長、イブシニン、テイエムダイアタリ、ビスポーク、タイクウンバゴ、テイオーマルクス、モリデンボーイ、ハニーフラッシュ、ケレンシア、キョウエイロナ、オーキッドレディ、